今回は、ここ福島県にやってまいりました。道枝俊介を来ました。僕が朝起きて、はい、洗面所で必ずすることは何でしょうか。はい、せーの、チキチキ。どうも、なにわ男子でーす。イエーイ。さあ、ということでやってまいりました。おはようございます、皆さん。おはようございます。今回は僕がね、仕切らせていただきます。やった。それなぜかというと、まあ、お正月の配信でもね、お知らせしたんですけども、うん、今回は僕が称号3つ獲得いたしまして、はい、で僕の好きなことをできるという褒美企画なんですよ。よいしょ。なので、今回は、ここ福島県にやってまいりました。やったー。福島、福島に来たよ、はい、俺らはマジでとりあえず東京駅に集合、うん、マネージャーから寒いので暖かい格好で来てください、うん、はい、これしか聞いてへんよな。聞いてない聞いてない。聞いてなくて切符外されて、あ、福島なんやってそう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 。今回僕、うん、行きたいところがありまして、はい、どうしてもそれが、はい、こちらですね。そうそうそう、はい、ドン。え、はい、山形県の銀山温泉。うわぁ、えいい、え、すげえ、おしゃれ、すごいな、行きたかった、これめちゃくちゃ夜景が綺麗なんですよ。で、かの有名なジブリの千と千尋が復活。そうや、やんな、俺もここんだけど思ってた。心の中で頭の中で頭の中でここにあんねやん、心。まあ、ちょっとそこで直で行くのも、まあ、YouTube の尺的に長いことこうね、はい、撮影できないんで、はい、尺まで考えてくれてありがとう。福島県から7人で旅しながら行こうじゃないですか。あ、いいですね、7人旅ね。はい、7人旅でございます。いろいろ回っちゃって、はい、そうなんです。最終目標がここと。ここです。いいね。題して、ミッチーご褒美福島山形なにわ男子7人旅。イエーイ。はい、よいしょ。川口湖、箱根、広島に続きまして、うん、今回は福島、山形を舞台に、なにわ男子7人旅をしていきたいと思います、はいはい、その土地ならではのこういろんな楽しい旅のプランを用意してますので、はい、7人水入らずでもう普通に楽しんじゃってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして今回はもうもちろんですけども、運転をしていただきたいんですけども、1回目はね、ロケで大悟運転したもんね。しましたね。で、僕前回広島でやりました、はい、それはじゃんけんよね、やっぱり。違う違う違う、いや、それはいつもじゃんけん。大橋じゃないとあかんねん。違う順番や。違う俺ら3人免許返納して、もう返納して。おい、入ってこいよ。みっちが決めてよ、みっちがどう決めてほしいから。え、あ、そうやね、あ、そうやね、みっちのあるよ。いや、ファンの皆さん、やっぱ大橋くんの運転姿見たいと思うよ。いやいやいや、ケント見たいよ。いや、やっぱさ、ねえ、こう、こう、起きられたらここしかない。だけやねんな。燃えてます。でも運転できるの。できるできるできる。あ、リアルに。じゃあということで、車に乗って旅を始めましょうか。はい、はい、スタート。イエーイ。じゃあ皆さん出発しまーす。イエーイ。じゃあ行ってきまーす。やってきまーす。行ってきまーす。行ってきまーす。進行。行ってきまーす。あと誰くらい。あと3時間。マジで。こっからですね、山形県米沢を目指したいなと思うんですけど、米沢、まあ、せっかくなので何かやりながらこう移動しようと思いまして、うん、こんな企画をやってみようと思います、うん、はい、題して、道枝俊介を。来ました来ました。やったぜ。いいね。まあ、僕に関するプライベートなクイズを今から出題いたしますので、まあ、それぞれスケッチブックにね、このスケッチブックあれね、書いていただいて、で、運転してくれている大橋くんは口頭で回答してください。はいよ。で、見事1位に輝いた方にはですね、はい、道枝俊介王のご褒美として、うん、道の駅これから向かうんですけども、はい、道の駅で何かおごりましょう。いや、道が、道がおごんの。僕がおごらせていただきます。マジ、ええの。早速やっていきましょう。はい、それでは参りましょう。第1問、じゃじゃん。昨日、僕が一番最後に連絡を取ったのは誰でしょうか。連絡、はい、むずない。まあまあ、ヒントで言うと早っ。ヒントはまあ、割と僕たちに身近な人です。身近な人。はい。どれ。それは下の名前を書いたらいいってことやった。
人、まあ人というよりかは、タイムわかった人という、ほら一人一人出すん、これは挙手制でいいよ、じゃあはいはい、ね、じゃあ、はい、ジョー君どうぞ。マネージャーさん正解。ヒント早すぎたって、やっぱりで、しかも俺の質問に対して人というか、もうでしょうよ、その時点でもう分かったもん。どんな連絡取ったん今回のね、このご褒美企画のちょっと打ち合わせというか、ちょっとしたあの、相談事じゃないけど、っていうのを、連絡取ってました。いいね、はい、じゃあ続いて、はい、第2問、はい、じゃじゃん。まあこれすごい簡単です。はい、僕の憧れの先輩は、来た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 、はい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 、これはもう早いもん勝ちやな。早いもん勝ちだ。はい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 、じゃあ大悟くん。はい、大橋和也。違うわい。はいはい、次俺やった。尊敬してるよね。はい、違うわいっていう結構ケツつくよ。え、違う、山田涼介くん正解。はい、あ、先生、はい、2問目出してるのに対して一番後ろで自分の絵描いてるやついるんですか。ふざけてますこいつ。じゃあ第3問、はい、僕が朝起きて、はい、洗面所で必ずすることは何でしょうか。はい、皆さんフリップにお書きください。はいはい、あ、はい、共演どうぞ。はい、シンプル、顔を洗う。あー、惜しい。はい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 、長尾くん。はい、バーベキュー。なんでやねん、惜しい。はい、なんで洗面所でバーベキューするんだよ。はいはい、どうぞ。はい、タイタニック見る。なんでやねん、なんで朝からタイタニック。はいはいはい、どうぞ、流星くん。髪の毛全部逆毛立てる。おー、寝癖で逆毛立っとるわい。お、突っ込んでくれるよ、みんな突っ込んでくれるよ。はいはい、共演。歯を磨く。あー、その前かな。その前ね。はい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 、はいはい、おいし、コンタクトつける。あー、それはち、はい、もうちょっとかな。もうちょっとか。共演。洗顔。あー、あ、はい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 、まあ、はい、惜しいな。拭き取り洗顔。正解。出たー。拭き取り化粧水ね。そうです。うわ、すげー、綺麗。急に景色変わる。わー、わー、すげー、すげー、景色だ。これ赤一面穴という状態。すげーすげー、綺麗、エグいなー。さあ、第4問、ねーねー、僕たちのジャニーズウェブのブログ日刊なにわ男子、僕毎回毎回最初に何回目が回ってきました、道枝俊介ですっていうのを言ってるんですよ。うん、その回数で今日の時点で何回か、はい、はい、今まで何回やってきたか。はいはい、262。262。ちょっと惜しい。はいはい、流星くん200回目。あー、近い近い近い。はいはい、共演。365。1年間やないか。なんで俺毎日更新やねん。はいはいはい、はい、218。おー、惜しい、一番惜しい今まで。はい、あ、はい、220回。正解。やったー、やったー。こんだけやってるんですね。すごいね、結成してから。これ思ったこと言っていいですか。はい。スケッチブックいる、これ。スケッチブック。スケッチブック言いました。もう俺いらんな。教室生やったらいらんな。え、今誰が1位な。最終問題の前にポイントを整理しましょうか。一回。流星くん2ポイント。そして。はい、俺1ポイント。ジョー君1ポイント。俺1ポイント。長尾が1ポイント。で、京平と大分が0、あ、大橋くんも0ポイント。っていうことは。俺とハスと恭平は勝てねえじゃねえかよ。もしかして最後の問題って？もしかして最後の問題は最近そっちだ。そうそう、点数じゃないやった。ああ、そっか。ついてくれからまた。王道の流れ振る虫。やばい。命令が厳しい。振りしてくれてたよな、やっぱ。じゃあ最終問題、うん、正解した人は。うん、3点やったー、やったー。いや、でも今まで頑張ってきたしさ。まあ今まで頑張ってきたから、じゃあ728億点を上げましょうか。いやいやいや、ガッと上げた。ただ難しい問題にしてよ。難しい問題なんか、パッと分かる問題じゃなくてスッキリする感じの。そう、スッキリするやつ。あー、スッキリする問題か。うん、じゃあラスト、はい、第5問、僕が、僕の昨日の晩ご飯なんでしょう。難しいか分からんけど、はい、長尾くん。唐揚げ。違います。はい、はい、あ、どうぞ。いいよ。はい、はい、大橋くん。つけき。違います。はいはい、どうぞ。お鍋。
違います。してこない。はいはい、和食せこいやろ。もっとせこいやろ。はい、大悟。夜ご飯。あ、夜ご飯やろ。それは大まかな名称としてはそうやけど。はい、ジョー君。一流シェフを家に呼んでビュッフェ。あ、一度はやってみたいね。一度やってみたいね。え、ヒント出しましょうか。はい、うん、でもみんなこれ分からんと思うよね、多分。ご飯類、ご飯類。はい、キュエ赤飯。あー、赤飯近い。色、あの、見た目は近い。はい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 。タコ飯。違います。え、はい、酵素玄米。おー、そう、それ。え、正解。正解よ。おー、それ正解。え、食べたんや。酵素玄米を最近ハマってまして。俺も昨日食べたんや。一緒やん。家で、家で作ったの。さすがや。玄米と小豆入れて、小豆入れてで、赤くなって、そうで、小豆から酵素が出んの。そうそうそう、そう。じゃあ、流星くんが5ポイントということで、優勝は流星くんです。まさか食べてると思うこと。流星くんが優勝者ということで、僕が、文句なし。僕がミンチの駅でおごります。え、俺ここ来たことある。え、嘘やん。え、俺一人で山形旅行来た時ここ来た。え、マジここが道の駅です。え、歩いて米沢駅から来た。野菜とか果物も売ってんの。運命的や。さあ、ということで道の駅に到着いたしました。ありがとうございます。今結構車でさ、あの、来たけど、もう周り今雪やね。雪だらけや。だってトンネル抜けた瞬間、もう景色が一気に変わりましたからね。そうや。ここで道の駅でちょっと買い物しましょうか。そうだ。よいしょ。じゃあ、リンクを踊ってあげるから。ありがとう。ええなー、ええなー。おごって、おごって。おごって。え、おしゃれ。ラーメン食べた。すげえ、すげえ。ラーメンってあるよね。あとはね、麺がさ、面白い。すいません、主婦います。いえ、ネギ買おうとしてんの。どれぐらい入って300円かなと思って。このみかんの頑張り、これで300円。え、っマジで。じゃあ皆さん、あの、お付きに買い物してください。いますか。ちょっと待って、これ見て、かわいい。めっちゃかわいいねんけど、いちご。かわいい。見て、かわいい。うわ、ラフランスやん。うまそう。そばそうめんやって。こういうの好きなんですよ。道田さんが支払ってくれます。やったぜ。これ580円です。ありがとう。いいえ、失礼いたしました。やったぜ。キャッチボールでしょ。いいよ。はい。さあ、ということで、はいはい、道の駅でのお買い物も終わり、はい、いよいよ最初の目的地にね、うわ、あの、向かいたいなと思うんですけども、はいはい、あの、ここで流星くんに、僕がおごったものを紹介していきたいなと思います。お、なんや、なんや。はい、じゃあ流星くんお願いします。まずはリンゴジュース。あ、いいね。いいやん。山形リンゴらしい。いいやんか。リンゴジュース。俺もブドウ買ったわ、ブドウ。そして、お、メンバー分の山形パインサイダー。何それ。はいじゃん。はいや、僕はサービスでございます。はいや、はいや、広がってる。全員分パインサイダーを買いました。嬉しい。ありがとう。そして、コロコロ鉄。コロ鉄。山形新幹線のストラップを買ってもらいました。かわいい。やったー。はい、翼、かわいい。おしゃれ。ありがとう。いいえ、どういたしまして。え、これさ、乾杯しようよ。乾杯しよう、サイダー。乾杯しよう。いい音。それでは、はい、じゃあ山形
上陸記念に乾杯。乾杯。いただきます。乾杯。うまさあ皆さん、最初の目的地がね、気になってると思うんですけども、はいはい、気になる。今から行くところは、あの皆さんがちょっと喜びそうなところですね。あ、わかった。あのクイズじゃない、クイズじゃない。はい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 、まあ聞こうかな、はいどうぞ。聞くだけな。バッティングセンター。あ、なんでやねん。はい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 。なんか冬の甲子園、ね、はいはいはい。ボーリング。はいはい。あ、違う違う。だから向かうのはご飯タイムです。わあ、びっくりドンキーよ。びっくりドンキーじゃないよ。美味しいけどね、びっくりドンキーよ。これをやった人は食べれない落とし穴グルメ。ダメ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 ダ